はい、今日はビラ配り3日目です。行ってきます。配信が始まりました。2ヶ月間放送するんですけども、もう2ヶ月でたくさんの人がパレットに興味を持っていただけるように、私なりにいろいろコーナーとか考えてやっていくので、皆さんぜひ見てください。まあ、初回なので今日コロンビアさんにてすごいガチな感じでやらせていただくので、ちょっと緊張してます。頑張りたいと思います。メンバーの紹介に使う
まあ、ツイッターとか誕生日とか基本情報を書いてます。ニコ生パレットのニコ生初めてですね。前やってたことがあります。よろしくお願いします。お願いします。で、ここで今台本だとコメントを一人ずつ見てってなってるんですけど、はい、OK、 OK です。はい、じゃあお願いします。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 渡辺の鍋が難しいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、みなさんこんばんは。パレット中野由美です。ということで早速始まりました。101名様が見てくださってるということでありがとうございます。パレットは現在6人で活動している色をコンセプトにしたアイドルユニットなんですけども、ま、自己紹介っていうか普段ライブとかでやってるやつやっていいですか。私この合金メンタルっていうこの何て言うんだろう単語を入れてるんですけど、これ私がニコ生をやり始めて覚えた言葉です。合金メンタルってよく言うじゃないですか。メンタル、豆腐メンタルだよとかさ言うじゃないですか、ニコ生で。私が小さいけれど合金って言ったらメンタルって書いてください。今のうちに多分コメントで書いておいた方がいいですよ。はい、小さいけれど合金メンタル。おお、さすが。それでは聞いてください。All for one。 僕全然時間の感じが分かんないです。なんか何してんのかな今何してんだろうってなってますけど、でも私ファンの人と喋るのすごい好きなんで楽しい。やっぱ楽しいですね、こういうの。もともとここまであったんですよ、髪の毛。巻いててこの辺だからもう何センチ切ったんだろう。60センチぐらい切りました。この間の3周年ライブでいろいろ彼と変化が起きたので、次の日にちょっと私も変わりたいなと思って朝一で髪の毛切ってきました。1000人いけないかな。残り20分ないですからね。ここまでお付き合いしてくださった皆さん本当にありがとうございます。1000人超えましたね。よかったやったコメントもねもう3600超えてて本当にありがとう。終了しました。ありがとうございます。終わりました。1000人いった。よかったすごいですね。すごい。はい、ということで、今初回の放送が終わったんですけども、いや次回から一人で自宅でということでちょっと想像できないんですけども、すごい楽しかったのでこんな感じで2ヶ月なんか私だけすごい楽しんじゃっていいのかなっていう感じなんですけども、今回1000人超えたので、まあ、次は2000いけるかなっていう感じで多分ねいけたらいいなと思います。私はですね、毎週月曜日の21時から1時間1人でニコニコ生放送の配信をしておりまして、その配信をしているチャンネルのお気に入り登録者数を6666人、目標なんですけども、結果は残念なことに890人ということで、
すごく遠い目標だったなと思うんですけども、こうして普段ライブに来てくださっている方々の倍の人数の方がこうお気に入りをしてくださって、そして配信を見てくださったということは本当に誇りになることで、皆さんがこう毎週の楽しみになっているよっていう言葉にすごく励まされました。私もこちらの企画を続けたいなと思っているので、スタッフさんと今ちょっと検討中なんですけども、これからも皆さんの週の始まり楽しませたいなと思っているので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、私平口美雪はですね、自転車でチラシを 66,666 枚配るというチャレンジに挑戦したんですけども、結果は約 15,000 枚配布ということで、目標達成はできなかったんですけども、たくさんの方にビラを受け取っていただき、そしてパレットをね、新たに知ってくれた方もたくさんいて、そして好きになってくれた方もいて、そしてね、いつも応援してくださっている方も受け取りに来てくれたり応援してくれてたり、すごく皆さんの温かさが伝わってくるもので、すごいチャレンジできてよかったなと思っています。はい、そしてですね、今回は目標を達成できたメンバーも達成できなかったメンバーもいるんですが、そのね、挑戦したことに意味があるって私たちはすごく思っているので、はい、そこで私たちは10月4日に都内にいてパレットメンバー全員で1万人にビラを配ります。おー、1万人、はい、はい、やりましょうね、まだ ね私たちはね、まだまだこれからもたくさんのことにチャレンジしていて、一人でも多くの方にパレットを好きになってもらえるように頑張っていきますので、これからも皆さんパレットの応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。